はいさーい。ちょっと待って。は？何？今日はね、うん、こっちの新しいお家に引っ越してそろそろ2週間経つでしょ。経つな、うん、で、2週間経つにもかかわらず、うん、まだ手つかずの、まるまる手つかずのお部屋があるでしょ。届いたんだよ。届いたんだね。今日ついに届いたんだよ。うー、受け取ったの俺だったわ。そうだ、ね、やっと、うん、ベッドが届いた。そうなんだよ、ベッドが一生届かなくてさ、お盆だったんだよね、頼んだのが。そうそうそう、まるまる2週間地べたに寝てたからね。ね、うん、ずっと地べたに寝てた。ということで本日は、はい、中本家寝室大改造。今日はベッドを組み立てて、お、今日の夜は快適に眠りましょう。はーい、やったやっとだやっとだ、レッツゴーゴということで、ここが我が家の寝室だね。寝室なんだよね。汚かねえんだけど、殺風景というか、なんというかさ、直引きだしね、マットレス。それ何、その右手で触ってるやつ。これ、うん、寝袋だよ。重いんだよ。重たそうだね。よし、ちなみにこれでさ、沖縄で生活し始めてから、うん、初めてのベッドなんだよ、うちら。あ、そうだね。苦節4年。そうそう、やっとやっとね。よし、じゃあ組み立てましょう。よし、せーの、よいしょ。ういー。さあ、ということで今こんな感じで広くなりました。イエイ。足屋さんだよ、足屋さん。足屋さん、どれがおすすめなんですか。まあ、こっちのやっぱりこの先っぽが長いやつだね。ほうほう、こっちの方が飲みやすいから。飲むのこれ。そうそう、飲む。何を飲むんですか。木木バス。ちょっとバス。おい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 、これ難しいな。任せとけって。私は何だと思ってた。あ、工業高校出身女だった。いいですね。ベンチでネジ止めしてね。メリメリって言ってるけど、どこまでやるの。そうね、うん、六角レンチで締めるのって本当に楽しい。私もやりたいな。私も早くネジ止めやりたいな。これを君に授けよう。やったー。普通科の音楽専攻の私と工業高校のちゃんまり、どちらの方が上手にできるんでしょうか。上手ってなんだ。上手もクソも。それを言っちゃおしみる。おびしょ、あがひゃ。おお、ここ穴ずれすぎ、穴ずれすぎ。全然合ってない。これやばいじゃない、ずれる、ずれ具合。あ、いけたいけた。マジで。ほら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 、力技やもん、こうなってから。パワー、パワー、パワー。ダッサ叫びごめん。パワー。よっしゃ、よし、ナイスパワー。いいぞいいぞ、終わりが見えてきたぞ。斜めに無理やり刺してるからめちゃめちゃ硬い。よいしょ。パワーって言わないと。ラスト一本、はい、頑張れ。パワー、パワー、パワー。メリメリメリっつって。さあ、ということでね、今すのこ部分が完成しましたんで、ひっくり返して足の取り付けか。うん、うん、やっていこう。せーの、ボギー。マイナストライバーやっぱ必要だね。マイナストライバーがですね、なんとですね、こちらのマットレスを立てかけたクローゼットの中にございます。大変だ、取り出すの。うわ、映ってない部分で。くそ、この黒を映し出せないなんて。本当の黒はカメラに映らないところにあるね。本当だね。頑張れ、負けるな。明日は必ず来る。ふふ。いつだって諦めない。その心が
動かす何その J-POP のさよくありがちな歌詞詰め込みましたみたいな応援歌、それ甲子園で歌われたら負けるよ。ダメか、うん、どんなのがいいの。ラララ海を越えて、ラララ山を越えて、やばい、聞いたことあるメロディーと聞いたことない歌詞でやばい混乱してるからなんかおっしゃできたー、できたー、はい、あーじゃーん、せーの、よいしょ、よしよっしゃー、ということで完成、できたー、じゃーん、チャン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 、なんということでしょう。チャン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 、あんなにも殺風景だった寝室に木のぬくもりが現れました。これで快適な眠りとともに健康な体を手に入れることができますね。はい、ということで完成だね。うわ、いいじゃん。ちょっとちゃんま、はい、一発目寝てみなよ。いいんすか？いいっすよ。どう？床と違う目線で寝るの。床じゃない。高い。高いね。窓が近い。近い。わー。やったじゃん。やったー。やっと寝室らしくなってきたよ。ね。これが来るだけで、寝室だね。ね。だから今まで物置小屋みたいだった。確かに。多分ね、このぐらいの足が普通のベッドなんですよ。ちょっとその倍の長さになってて、この下に収納をしたくてですね、うん、あのそのためにこの高さにしたんだよな。そう、めっちゃ探したのこれだから多分計算によるとジャストサイズになるはずなんだよね。そうなの、あれをしまうのがさ、あのボックスをさ、でもちょっと見た感じ心配。いや心配だよね、うん、なんなら俺ちょっと入れるのためらってるもん、なんかショック受けるの嫌だから、うん、ねえ、うん、ぴったり入らないんですけど。やっぱこの針の部分がなければぴったりだったんだ。ああそうだね、そこがね、ここがね、ちょっと計算外だったな。しまったな、数値ここだったんだな。ああ蓋外してみたら微妙にいけなさそうな、いけそうなって感じだな。よしちょっと行ってみましょう。ええあ本当に数センチなんだけど。数センチどころか数ミリだよこれ。ミリだね。えーマジ？うわぁ、継ぎ木を切る。切っちゃダメでしょ、そっか。せいぜい足を足すかなぁ。あー、そうだね。素敵なのは。まあ、もう一つは、うん、このボックスを処分する。そもそもこれ、ジムニーの上の、屋根の上のルーフラッグに乗せるやつなんだよな。うん、いるかなぁ、これ。あんまもう使わないような気もしなくもないかな。とりあえず最終的にベッドを持ち上げて下にぶち込みました。うん、めっちゃギリギリ針がなければギリいけるっていう計算というか、うん、サイズ感、うん、全く余裕がなくてもうね、うん、動かない。まあこんなもんだね大丈夫かな、うん、さあということでベッド組み終わりまして、ね、大輔さんは足を負傷し血が出た、ジャマリは詰め終わり大惨事だ。まあまあ下の収納もちょっとがんねあれだけど満足、うん、満足いきました。よかよか、だって床じゃない、よかもう床じゃないんだ寝るの、うん、嬉しいね、うん、今日から床じゃないよ。っしゃよっしゃ、じゃあこれで、うん、快適な寝室改造計画第1弾が終了ということで。そうだね、次は、うん、何だろう、あ電気ないんだよなそうだよそうなんだよ、そういえばリビングもないじゃんまだ。そうシーリング電球が、シーリングライトがないんだよね。天井がね何もないんだけど、ずっと間接照明で生きてるんだよね今。うん、そうだね、意外と生きていけちゃうのがいかんね。うん、まあ次はじゃあ電気を可愛いの買いましょう。はい、はい、ということで、うん、今後の中本家の寝室の行方が気になる方は評価とチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。じゃあねー、バイバーイ。いくつーちゃんまりちゃんまり行くんだベッドの
かきテケテンテンつけテケテンテンってやつ。